ってんだお前。珍しい。すいません、はっきりやれ、はっきり。すいません、サンバ男性ファミリーによるコーナーになります。大事して怪しい今のも怪しいお前、はい、蹴るぞお前、はい。すいません、男性ファミリーコーナーを題して究極クエスチョン断然どっち派。今からですね、A 派と B 派で分かれていただきます。なんで分かれるかと申しますと、2択の質問でございます。皆さんにはその質問に対して、まあ A であれば、そちらから見て右手こちらですね。 A ね、こっちね。 A、はい、A こっちです、はい。で、B の場合は、こちら B、村上側が A ね、はい、はい、でこっち側が B、 はい、ということで分かれまして、はい、分かれてみてください。はい。一体断然ファミリーはこの質問としてどう分かれるのかということを皆さんもね、考えながら答えていただいてよろしくお願いいたします。お願いします。さあ、ということで最初の究極クエスチョンいってみたいと思います。さあ、一つ目の究極クエスチョンはこちら。あなたは犬派猫派、はいはい、さあどちら。これも永遠のテーマでございますね。はいはいはい、犬が A ですよね。犬が A、 猫が B、 猫が B でございます。よろしくお願いいたします。犬が A、 さあ分かれてください。はい、猫ね、こっち猫、こっち猫、こっち猫ですよ。猫や犬が向こうですね。犬、まあもうこれはね、あ、結構、あ、はい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 、いや、そりゃそうでしょ。はいはいはい、はい、どうせ犬はモテたいんだよ。皆さんもね、猫、犬って書いてますね。はい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 。さあさあ、ということで、はい、犬派猫派分かれました。はい、分かれてください。はいはいはい、はい、さあ、こちら犬派の方が多いですね。はいはいはい、犬派です。ワンワン、はいはいはい、当然ですよ ね。ちなみに犬だよっていう方は、2、4、6、10、10人、あ、方は猫派から6人、はい、断然猫ですよ、本当に。断然猫、猫ですよ。あら、だってもう猫好きすぎて12匹飼ってました、昔は。12匹、めちゃくちゃ飼ってる。めちゃくちゃ多いじゃん。いろいろ産んじゃって増えちゃった。いろいろ産んじゃった。分けてね、分けてね。はいはいはい、え、犬だよ。ちなみに犬飼ってる人いるんですか。あ、おお、そりゃ犬好きっていないよ、飼ってなかったら。すごい。俺、そうだね。何飼ってんの。あの、ペキニーズ。ペキニーズ飼ってました。ペキニーズ。ペキニーズ。でも、あの、3年前にいなくなったんです。3年前になくなった。はい。いなくなった。可愛がってて。はい。ね。はい。ちょっと3年前に。はい。すごい暗い話になっちゃった。わかんない。リアクション捉えたと思う。あの、生命ってのはそういうものです。僕もペキニーズです。ペキニーズ。あ、一緒だと。はい、一緒だ。今、中高歳ぐらいです。結構な、もう、はい、僕は中学生から、中学校、はい、中学生から。へぇ、そんなのない。そんなに、はい。あ、じゃあ、じゃあそろそろもうやめなさい。そろそろいいんですよ、現実に言わなくて。そのあ、でも犬派多いよ。犬派多いですね。犬はここがいいよっていうのはあります、猫に比べて。でも僕たちは家に猫を飼ってるんですよ、実は。え、2匹。あっち、ケアあっち。あっち、あ、なかなかいいっすね。なかなかあっちじゃん。やめやめ。じゃあでも、なんて言うんですかね、勝てるんですけど、やっぱり犬に最近ちょっと興味が、できちゃって、うんうんうん、ないものねだり的な、はい、だからちょっと欲しくなりました。じゃあだから犬派。今飼ってる猫はだいぶ寂しがってるだろうね。そうです。あれ、戻れないですか、そっちに行けないですか。え、どうぞ、どうします。え、どうぞ。まあまあ、いやいや、行くよ。車は困らずだから。なんでなんだなんだったんだよ。なんだちょっとね、変わりました。片や、猫は。ちょっと行ってやる。ね、T-MAX何。今猫。そうですね、あの、猫です。猫、はい、猫、私の猫です。あの、猫なんだ。猫何が言ったって。あの、猫の良さはですね、あの、やっぱり自分勝手なところです。あ、いや、自分もなんかそんなに世話しなくていいみたいな。そうです、そうです。それはある、それはある。それいいかな。でも、こう、寝るときはちゃんと、この、なんていうんですか、ツンデレ、ツンデレみたいな。あ、振り幅があるんだ。なるほど。うちの猫はこういうのはないんですよ。ほう。だから、ご飯あげるときだけ来るから、ちょっと、そういうところが、美味しい。あ、見てないくらい見てますけど。見てない。もし、なんか、はい、これからちょっと直していくところ。猫派なのに猫のマイナスポイントもなくなってる。どれだけ直せば大丈夫です。なるほど。もう一個いいとこいいですか、もう一個いいとこ。うん。猫のいいとこ。猫いいとこ行ってみ。あの、僕は、性格が、猫みたいって。あ、自分が、はい、あのメンバーが。
あ、言うから、はいはい、言うから、じゃあ因則は犬派とか猫派っていうよりも猫みたいって言われから、はい、自分が大好きだっていう話だね。あ、ちょっとここは、真ん中ですね。真ん中、猫も犬も。あ、こういう議題の時、はい、真ん中ね、一番向いてないよ。自由ね、自由だから、ね、猫っぽいってるんで猫選んだわけね。そうです。でも確かにね、人も分かるからね。なるほど。さあ、ということで犬猫がこれだけ分かれてますんで、うん、ね、ファンの方々、あの自分のね好きなメンバー、あっちなんだみたいなのをね、なんか参考にしていただければ。猫の方が多そうっすね。あ、結構ね、在宅の方々はありがとうね。猫流行ってますね。はい、でも僕も猫好きなんですけど、猫アレルギーがあるんですよ。猫好きなの。猫ある。家に2匹もいるのに、家に2匹もいるのに、アレルギーね。ああ、ということで、犬猫はこうなりました。はい、なるほどね。さあ、じゃあ次の質問に行きたいと思います。うん、さあ、第2問目、2問目は叱られて伸びる派、それとも褒められて伸びる派、どちらでしょうか。自分は、はい、分かれてください。仙道か福田、どっちかだね。あんまスラムダンクのそれ知ってる人いないんですよ。田岡は間違えた、間違えた、もう一は間違えたんですけど、みんな知らないです、スラムダンクの細かいところ。こっちが村上さん。叱られて伸びる派、褒められて伸びる、褒められて、はい、褒められて伸びます。さあ、ね、はい、うん、さあ、ということで褒められて伸びる方が多い。はい、はい、はい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 、ねえ、うん、まあね、これ単純に叱られたくないとかじゃダメだよ。はい、それ違うよ。大丈夫、大丈夫です、はい、褒められて伸びる迅速、はい、そ、なぜやっぱりこう叱られると本当にその人の努力が下がっちゃうという、なんかどんどん自分が自信がなくなる。なるほど、はいはい、特にちゃくちゃんがそういうタイプなんですけど。あ、そうなんだ。はい、自分でよりも、はい、ちゃん本当にこの人を本当に叱られたら本当にもうやめるタイプです。やめちゃう、やめちゃう、かない。でも今までシューマイのプロデューサーとかさ、マネージャーさんに叱られたりとか、やめちゃ叱られました。やめちゃ叱られて、そうですね、やめたくなったことあんの。社員に入りたいって言ってたね。まあ言ってたけど、それね、流れでね、ゲームのノリでね、結構いろいろあったんですけど、うん、まあ結構いろいろ、そんなに記憶はないです。忘れたいんだもん。はい、忘れたくて。叱られて家帰ったらもうへこんじゃう。まあ今はファンの皆さんの前で立つのが楽しくて、うん、そういうのは早くなくした方がいいかなと思う。あ、なるほどね。なるほど。ちょっと意外だったの、ゆうやくんちょっと意外だったんですけど。あ、褒められた。何何？確かに。なんか強そうだよね。我慢強そうだと。我慢強いっていうか、やっぱその一言残っちゃいますよね。だからやっぱメンバーとかに対して喋る時とかめっちゃ気使いますもん。あ、だってもうこのメンバー、だって全員叱られたくらい3人じゃん。はい、全員褒めてます。全員褒めてます。傷の舐め合い。傷の舐め合い。褒めてる。あんなかっこいいダンスしてるけど、実は裏では。よかったよ、よかったよ。よく思ってる。やばい。そんな悪くないけど。いや、ちょっと意外、ちょっと意外ですよね。いや、まあね、ちょっとぬるま湯になる危険性を持ってる。もしかしたら。確かにな。まあでも、叱っていいガって言うよりは、よかったよかったって言う方が。いや、まあ、いろいろあるっすね。はい、実際なんか、うん、まあ、叱られるというか、そういうのがあった時も、まあ次良くなる時もあるんすけど。まあ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 、どっちもね、あるっちゃあるんすけど。T-MAX は調子乗りがちですね。あー、逆に。調子乗りがち。やっぱ叱られるの嫌だ。やっぱ叱られると叱られたで、こう、ガッと気持ち入るんですけど、うん、まあ、褒められた方が調子に乗りやすいから。あ、乗った方がいいんだ。そうですね。ああ、なるほどな。でも自分の間違いに気づかない可能性もあるね、T-MAX とかは。まあ、メンバーにね、こう言ってもらえるんで、間違ってたら。でそれも言い方もやっぱ褒めながらでしょ、要は。ちょっと気使いながら。気使ってんだ、言うな。結構大人なんですね、そうね。なるほどね。はいはい、でもこちら、ね、叱られて伸びるっていうのもね、すごいですね。どうなんですか？え、M です。ド S。誰誰誰？喧嘩だけ。叱られたら嬉しいです。え？すごく俺ちょっと嬉しいです。あ、その分頑張ろうと思っちゃう。なんかこう心の中がイライラするから。うん、イライラするから。もうちょっと頑張ろうっていう。あ、何クソ精神になるタイプ。はい。へえ。ゆうたも？みんなここにいる。そうです。そうですね。あ、でもあ、そう。強くなるんで。じゃあ褒められて、なんかちょっと甘えちゃうよりは、言われて、厳しく言われた方が、バネにした方が。そっからガーン行くんで。油断しちゃうんですよ。そうですね。はい。これ言うのかなと思っちゃう。なるほどね。信用ができないけど。なんか、
ました信用できない褒めてる人は信用できない違う問題それすごい上手いとかかっこいいとか言ってくれるじゃないですか、うん、こいつ嘘ついてんだろうって結構思いいや心の中でちょっとわかるわ何があったちょっと何がネガティブや多分それ池田共鳴してますよわかるわかるあれねあの人を褒める人って褒めるって時に責任がないんだよねないです、うん、叱る時は責任生まれるけど褒める時にもちゃんと責任を生まれるだって俺も面白い面白い言われて俺面白いのかなと思ってテレビ出たらすっげえ滑るのよいやつまんねえじゃんってなんで褒めたやつって思うのよ分かる嘘なのかって何面白いです面白いです面白いですやめてあげてくださいやめてください危ない危ない危ないレオだから叱った方がいいんですよ。いや本当にあの今日ユータとケイタは、うん、あの怒られたばっかりなんですよ。叱られただからどうしたどうしたどうした。時間前に怒られたばっかです。なんで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 。ちゃんと今聞きましょう。いいですか。今日あのリハあったんですけど。そうなんですよ。その明日だと思ってて。今日これリアルな話でリアルな話で。このレベルって感じじゃないですか。マジで。えマジでこれ本当の方で。はい。さっきええ誰に怒られた。マネージャーさんに。マネージャーさん。なんて言われた。あの電話来てまずその時ちょっと支度してたんですけど若干思い出して手震えてるじゃん禁断症状出てるもういい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 やばいやめてあげてやめてあげて過去えぐるやめて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 うるるしてるやん過去じゃないですうるるしてるさっきもつい数時間前でも叱られた方がいいんだもんね叱られた方がためないですもう二度と多分そのことがあってこっちにいないとマネージャーさんに顔立たないとかいるわけ顔色ばっかのことやってますからねこっちに行っとこう、うん、ありがとうマネージャーさん叱ってくれてっていうポーズですよこれよかったですね叱って ね本当に、まあ、日によって違うんでしょうねこれは結構ねいろいろねさあということで参考になったでしょうかじゃあ次行きましょうかさあ次の質問でございます好きな女性の話でございます来ましたよはい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 、はい、好きな女性の髪型でございますが、うん、ロング派はショート派どっちこっちがロング派こっちがショートまあ、全それはあの全員巨乳にしましょうなんでそれ一律ね一律ノートで一律ショートカットもロングやなんで巨乳なんですかじゃあなんかあのなんかショートは貧乳なんとかとかじゃなくて全員ショートかロングのあの全部巨乳でしょあなたの考え方おかしいですよショートイコール貧乳とか聞いたことないですよないからないおっぱい別に何だって価値ありますか巨乳だろうが別に関係ないしでも一列全部あのそれ以外俺が巨乳にしようあなたが巨乳好きなだけですよ頼むしなくていいんですそれは普通です別にあれロングショートショートだよ僕と新作は半分ずつですだからそれ一番つまんないから村上さん怒るからそれ一番つまんないすいません村上さんそれ分けて村上さんすいませんごめんですよ5秒いただいてもいいですか5秒じゃあ分けてじゃあいきなり連れてきてこっち来いよこっち来いよってこっち来いよって決めるやつも決めてよそう決めてどかどかしてよねえほんとにどっち決めてじゃあこっちはどっちですかロングロングこっちショートこっち行きますあーそうだったんだこっちひどい応援してるからこっち行ったらなんかウジックがちょっとこっち来いってやめろよお前すごい蹴りだったやめろ違うお前の真似してたんだ俺が教えたらお前が悪いしてんだよ本当にダメだ変なこと恐れなかったロング多いロング多いねやっぱえなんであそうですかなんかロングの方が僕あのかき分けるの好きなんですよ女性の方があめちゃくちゃその時にちょっとこうふわっとかいい匂いがしたらああ、匂いに反応しちゃう。匂いとか反応しますね。はあはあ、確かにね。なるほどね。もうロングの方がね、髪をこうなびかせやすいし、匂いもこうファッとなりやすいみたいな。はあはあはあ。みんなうなずいてますね。どうですか他の人、こういうとこがロングが好き。え、それ何？ピアップ？ずっと探してる。なんでロングなの？女の子らしいですよね、ロングの方が。ああ、より。はい。セクシーセクシーセクシー D-MAX の中ではロングの方がどっちかっていうと女の子っぽいんだそうですねへえ過去に付き合った人はどうなんですかわあショートだったんじゃないかロングじゃなかったショートだなあそういえばショートだな完全に言葉詰まった完全に言葉詰まった確かに単発の方が男っぽいのか単発って言われへんショート単発って言われへんなるほどね女性の髪があんま単発どうですかショートカットショートこうどうよ2人とも決まったはい
ショートカット好きなんですけど、うん、前のなんかロングがちょっと苦手になったというか、ロングヘアの人がファーって歩いてたんですよ、うん、でその時に、まあ、風がちょっとあったんで、うん、で髪の毛がファサーってなった時に鼻のところに行ったみたいで、うん、それをどうやら虫と勘違いしたみたいで、うん、うえみたいになってる人がいたんです。虫やと思われたんだ。確かに。それで女性っぽくない仕草が見えちゃったんだ。それで、あ、こういうこともあるんだなと。なるほど、弊害はある、この長さの分に。長いとね。だからショートがいいかなと。なるほど、ショートだったらこれがないっていうことですね。これあるか、これがレグピンポイントのね。なるほどね。ショートか。でもですね、なんか言うのはちょっと怖いっすね。なんかこっち見たらもう牛久ファンに雨る、牛久さよならみたいな音がたくさん出てきて、そんなに。ああ、本当です、私ロングなのにみたいな。僕いました。いや、あったんですけど。いやいやいや、やめてもらったらいいんだよ。ダメですよ。だってこんな、なんでファンを引っぺがそうとしたの。こんなだってゲームでやってんだからさ、ね、でもそれは気になるもん、ね、でもロングも好きなんでしょ。ロングも、好きなんですけど、個人的にショートの方が、もっと好きですね。そういうことでしょ。そういうことでしょ。まあだから見てる人からしたらやっぱり、あ、私ロングなのにショートなのにっていうのはあるっていうことですよね。ほら、牛久大丈夫だよってほら言ってる。私ボブ、ね、私ボブどっちもいけるよっていう方もいますからね。牛久曲げないねって言われる。まあまあね、ダメないですよ。さあ、ということでありがとうございます。ロングは多いんだな。さあ、じゃあ続いてまいりましょうか。続いての質問、ラストですかね。はい、ラストの質問でございます。相談事をするとしたら、池田派、村上派、どっち。まあ、このままですね。じゃあ、ここにしましょう。向こう池田。分かりづらいだろ。絶対分かりづらいだろ、こっち池田だったら。分かりづらい。こっち池田派。こっち村上派です。これマジでいきましょう。マジで。じゃあ、これもうボケなしに。ボケなし、ボケなし。本当に。リアルに考えてください。全然笑い取ろうなんて思わなくていいです。リアルでお願いします。さあ、いや、違う、うわ、なしですよ、そういうのは。ああ、はい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 、ああ、でもこれガチでいったら、ああ、そう、ガチでいこう、ガチで。お、なんか今結構分かりましたよ。そう、こういうこと、こういうことさあ、ということで、半々ぐらいに分かりました。おお、はい、さあ、じゃあ、ね、池田派から聞いていきます。村上派から聞いていきます。なんか僕は本当にいつもなんか番組でよくこう使えるやつを教えてもらってるんで、例えばこう人を蹴るやつとか、なんか怒るもん、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 あれ多分基本使えないやつだと思う。あ、ですか。でもよく番組で使えるやつを教えて、なるほど、だからいつもお世話になってます。勉強になってる。だから吸収しやすいものが多いってことね、俺の方がね。だいぶいい風に言ったな。それとはちょっと違いますけど。そう、違う。あ、違う。とりあえずたくさんもらってます、いろいろ。笑わせてる、ね、なるほどね。他は、あの、池田ですか。どうですか。待ってますよ、え、ちゃんちゃん、池田のどういうところが、うん、相談事するなら、俺。実は、みんながあっち行ってって言われて来たんです。おう、みんなが一番つまらないやつだ、これ。いやちゃんちゃんはいいこと。泣かないで同じ仕事して申し訳ございません。多分犯人この人です。なんで今さっきがずっとちゃんちゃんが言いたいことありそうなやつみたいな。何言ってんの。泣かないと思ってんの。池田さんはおもちゃじゃないんだよ。おもちゃじゃないんだよ、ね、ちょっとちゃんとやろう。じゃあ向こう行きな。じゃあ向こう行きな。じゃあちゃんちゃんそれ言うんだったら、ね、これいいよ。これちゃんとリアルなこと知りたいから、はい、リアル、ね、じゃあ、うん、あるでしょ。ああ、ケイト。あります。どう、なんで相談したい。うん、僕は村上さんにもし相談するとしたら、うん、こう現実を突きつけられそうで、池田さんはどっちかっていうと、大丈夫みたいな、大丈夫だからみたいな。元気をくれるみたいな。え、なに。え、ケイトだから池田はアニマル浜口に見える。大丈夫なんですよ、池田みたいな。なんかこう包んでくれそうな優しさ。さっき叱られて伸びるタイプって言ってましたよ。ね、うん、なるほどね。だから俺かなり現実突きつけるからね。だから遅刻の件はありえないから。俺が現実突きつけるって言われてる。
それはしっかりしないマネージャーも足りないですよ。なるほどね。じゃあ笑って本番で笑ってるんですか。ダメです、笑わせたらです。いやだ、本番は笑っていいんです。あ、そうだよ、危ない。本番はいい。すごい芸人。テッシーのちょテッシー、そうですよ。僕池田さん選ばさせてもらった理由はですね、何を、こう見えて案外優しいんだろうなと思います。こう見えてどう見えてどういうこと。普段こういうしてる時は普段は結構ふざけてるじゃないですか。ふざけてるけど、実は2人でご飯行ったら結構熱く語るタイプ。あー、なるほどって思います。じゃあこの断然ライブで、言ってることとか。そうなんですよ。それはもう仕事のためだけ、仕事でふざけてちょっと悪口とか言うけど、実は優しそうですね、うん、じゃあ普段はふざけてないみたいな。中段はあんま面白くないかもしれないですね。着地が重かった。立ってやっとだよ。膝が笑っちゃって、動けねえよ。なんだこれ。最後悪口でしたから、ね。全員今の悪口。村上浜なんだ。何ですか。僕は村上さんは本当になんか真剣に人のこと聞いてくれそうです。はい、で池田さんがなんか聞いてくれなさそうなさそう。俺。はいはい。なんかそういうなんか。村上さんはすごく、あ、こうしてこうしてこうしたらどうってなんかそういうアドバイスしてくださると思うけど、なんか池田さんのイメージがなんかそういう、なんか適当、なんか適当、ああ、そっか、とりあえず食おうかみたいな。とりあえず食おうか、とりあえず食ってからやっぱ、これ終わった、あ、実はこういう、あ、とりあえず出て、次二次会行こうかって言って、二次会行こうか。で、結構酔っ払って家に帰ってくるみたいな感じになりそうっていうのは、ああ、嬉しい。なんか他そういうイメージ。そうですか。でもまあ、実は違いますよね。え？フォロー、最後のフォローいいよ。まあ、それはイメージ聞いてる。見ろ？僕こうやっぱり性格的になんか相談しに行った時はもう元気をもらうよりは本当に現実的に言ってくれる人はちょっといいんで、さっきの僕たちプライベートってでは分からないんで、ちょっとこう仕事で見える姿ではなんか現実的に言ってくれる人は、はあ、冷静に。まあでもまとめると結構つまんない男っぽい。いや、そんなことはない。お当てやよりすごいメリアリだ。つまんねえ男、つまんねえ男みたいな感じしますけど、ね、性格によって違うと思います。元気もらいたい。あ、ちょっとじゃあファッション。いや、僕も同じですね。すごいなんか村上さんの方は本当に的確なアドバイスが来そうな感じで、うん、でなんか同じく頑張れ頑張れって感じです。待って、どうそういう風に見えてんの。バカじゃん。大丈夫大丈夫。頑張れ頑張れって。おもちゃじゃん。その一言しか言ってない。何これね。あと聞いてない、あ、こうだよ。なんかすごいためになりそうですね。なんかこう一言一言がすごいなんか村上の場合、はい、なんか力になりそうですね。マジで。はい。本当に。なんか池田さんはまあなんかこう元気はすごいもらえそうな感じはするんですけど、なんかあんま社会的にこう。アウト。社会的にやろうと思って。でも確かにこう今日の服だけ見てもなんかすんごいなんか。まあまあ確かに。社会的な。アウトだね。そうだからそうですね。社会的には。なるほどね。いや、ビビッと。すいません、もう、はい、ありがとうございます、はい、ということでございます。まあいろんな形でいろんな形で見られたということで僕らもね。さあということで皆さんいかがだったでしょうか。何を参考にするかよく分かんないが参考にしてみてください。はい。さあということで、以上でございます。さあこちらのコーナーは以上でございますが、続いてはゲストコーナーでございます。ニューイーストさんをお迎えしまして新曲の話などを伺っていきたいと思います。その前にコード V、ミュージックビデオの振りの方お願いします。はい、どうぞ。はい、それでは11月25日発売のコード V のダンシングサークルを聴いてください。どうぞどうぞ。